どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ちょっとランク上げが今もうやばいことになってます。はい。まあ、どういうことかと言いますと、パズドラってね、普通にランク上げあるじゃないですか。今回のアップデで、動画視聴で経験値2倍が追加されまして、一周で6億の経験値を取れるようになっちゃいました。はい。6億なんです。もうとんでもなくて、もう今日はね、このバレンタインの後上杉を使ったランク上げ編成で裏木工場を破壊していこうと思います。一撃6億だからもうとんでもないからね、実際に使っていこうと思います。はい、ということで今日使う編成ね、ゆうとくんから編成をお借りしていてね、詳しい内容とか全部ゆうとくんのチャンネル載ってるので、そちらチェックしてみてください。早速編成の方を紹介していきます。概要欄にゆうとくんのリンク載せてるからね、そっちチェックしてね。まあ、一旦今日はね、ゆうとくんの編成をお借りして、もうこの最、これが最強らしいんで使っていこうと思います。リーダー上杉です。スキブ上限解放洗剤ですね。危な。スキブに上限解放洗剤つけてあげてください。もう上杉はがっつり火力で使っていきます。あとこのね、強化合成のね、短縮もめっちゃいいですね。で、ピトー武器継承ですね。はい。ノアです。スキブ上限解放にラジャー武器、スキルブリーチ継承です。カナの串灘姫です。全パラ強化に遅延2つ、HP 強化2つで、HP 爆盛りしてます。カナのこちら、武田武器継承でリーダーチェンジして、リーダー運用していきましょう。で、カナのノアです。スキブ上限解放に、ルテナ武器継承で、カナのノアです。スキブ上限解放に玉子継承ですね。ちなみに、聴覚性ルーレットとかも全然演出変わってて、マジで。こんな感じで、もうすごく速くなってはいます。はい。で、ラスト、学園カミラです。全パラ強化上限解放に山竹継承という感じですね。もう今日はこの編成を使って動画視聴一撃6億稼げるね、ランク上げ編成で実際に遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ、1階層からやっていこうと思います。行きましょう。まずは1階層です。左のは進化からの串灘裏打ってあげて、まずもうこのね、わかるノアのこの速さ。これとんでもないんですよ、ノアの速さが。マジね、速すぎです、単純に。やばいよね、ノア。ちょっとね、今一回ね、もうずらしてわかるんだけど、このノアの進化スキル短縮はやばいです。ランク経験値2倍の動画視聴もこの動画のメインではあるんだけども、ノアが一番やべえわ。で、2階層進化ノア使いましょう。で、上杉裏のピトを使ってあげて、真ん中ノアの裏使ってあげて、で、まあ、帯配置パズルしていきます。はい。で、これでずらしてあげて、ワンパンしていきましょう。あ、ワンパンっていうか削っていきましょう。そしたら1コンボ組みます。はい、1コンボ組んであげて、右のノアの裏の玉子使ってあげて、1コンボ組みます。はい。そしたら真ん中ノア使ってあげて、で、まあ、またこの配置パズル組んでいきます。やばい、進化スキルないの世界だろ、これ。進化スキル時間短縮、えぐ。やべえな、ノア。ノアが今回のアップデートで完全に壊れたわ。いや、今回使ってるのがさ、普通になんていうの、裏木工場のランク上げ編成ではあるんだけども、本当にこれいろんなところでバグってるからね、ノアは。いくよ、ここも。はい、こういうこと。これだけ。マジ、この裏木工場のランク上げ編成はもちろんのこと、それ以外でもめっちゃ強いからね。多分もうバンバン動画で紹介していくと思うんだけど、本当にいろいろ強いです、マジで。で、ここもノア使いましょう。これでずらしてワンパンしていきます。はい。11コンボです。さあ、このまま倒していきましょう。パパー。もうこれで2パンです。そして4階層です。4階層は上杉の裏使ってあげて、ここからルーレット注意していきましょう、マジで。まあ、光来た場合、ルーレットマジボタンだけうざいんで、ルーレット注意していきます。上杉裏からのノア使いましょう。パズル自体はまあ特に変わりません。こうやってずらすだけです。はい。これでワンパンしていきます。OK。さあ、続きまして、5階層です。5階層もノア打ってあげてずらしていきましょう。ノア使って世界最速ずらしていきます。はい。OK。これでずらしていきましょう。で、16コンボで火の2コンボ含みながらワンパンしていきます。あ、半分まで削っていきます。はい。そしたら次、ノア進化からのカミラの裏使いましょう。ノア進化からのカミラ裏使ってあげて、また最速ずらしていきます。はい。これで OK ですね。倒していきましょう。突破です。で、続きまして、ここワンパンしてあげ、ツーパンしてあげて6階層です。6階層はリーダーの串灘姫使ってあげて、
激減ニコンボカさんダブル九州無効発動していきます。はい、ブレンドの山竹でヘイスト打ってるのでここの遅延の影響はありません。でルレ変わってからの扱いましょう。怖いんで、まあ、ルーレットでね事故って負けるのはしょうもないんでね。あ、そうじゃん。うわ、もうノアの最速ずらし忘れがちだわこれ。そうじゃん、ノアをもう最速ずらしたんだ。本当に早いな進化スキル。早すぎてやばいぞこれ。なんかもう、まず逆にミスっちゃうもん、早すぎるせいで。だってここでずらせるんだよ、ここ。はい、ここ。ここだからね、最速。やばい。バグ、マジで。いや、マジでバグ、これ。これは本当にやばいわ。ちゃんとぶっ壊れチート最強。とんでもないですね。7階層です。はい、ここはしっかりまたずらしてあげてパズルしていきましょう。 OK、 これでワンパンしていきます。 OK、 そしたらこのままノア使ってあげてずらしていきましょう。ノア使ってあげてこれずらして、しかもノアに関してもですね、これ実はめっちゃ分かりやすくなってて、あんまりね下手に見せることないんですけど、ノアがあの2って書いてるときは絶対そのノアを使えばいいだけなんで、そう、1のノアだったらどれ使ってもいいし、全1の場合ねどれ使ってもいいし、2の場合に関しては必ずそのノアを使うと覚えておけば、もうそれだけで下手に事故ることもないので、なんか敵が閉鎖とかしてきてうざいときとかに関しても対策できるっていうね、めっちゃ楽よね。そう、もうあの本当に使うのは絶対に2って書いてるノアです。もうそれだけ。2って書いてるノア以外は一体も使わなくて大丈夫です。そう。あ、だから全1の場合はどれでもいいし、2がいたらね、まさにこれもう分かると思うんだけど、進化スキルの後のノアなんで、これずらしていけると。あと単純にこの編成は革命的すぎんか？単純に。まあ今更なんだけど、あの、何これ？よく考えたら、リーダー上杉のフレンドカミラでこうやってずらしていけるのえげつないね、これ。はい、これでワンパンしていきましょう。しかもカミラも一生火力出してるしな。ね。続きまして10階層です。10階層は上杉の裏使ってあげてからノア使って倒していきましょう。はい、上杉の裏からのノア使ってあげて。これでもうスキル進化しながらずらし。マジあれですね、スキル進化のデメリットが結構なくなりました。てかなくなりましたね、正直。スキル進化は遅いっていう概念がもう今回で完全に消えたな、正直これは。ね。あの、進化演出中にずらせるようになった時点で、もうデメリットはないですね。ゼロと言っていいと思います。そういう風になっちゃった。で、ここもずらしていきましょう。はい、ルレには注意しながらずらしていきます。OK、これで倒していきましょう。さあ、続きまして。12階層です。ここは串灘姫からのノア使って殴っていきます。はい、串灘姫使いましょう。ノア使ってあげて、まずこれで一発ずらし OK でからのノア使ってあげてずらして倒していきましょう。オッケー、これでしっかりと突破していきます。ツーパンで倒していきましょう。突破です。こいつだけ硬いんでね、ツーパンになります。さあ、続きまして、13階層です。ここはまあノア使って殴っていきましょう。はい、ここでずらしてあげて、まずは一発削り。ルレあるとちょっと怖いね。ルレだけミスんないようにしたい。ビルもうぜえなあいつ。え、というかさ、そのノアのさ、ずらしのタイミングが変わってるからさ、まだ慣れてないからちょっと怖いんだけど。はい、これでしっかりとワンパンしていきましょう。突破です。さあ、続きまして14階層です。ラファエルはもうずらすだけです。はい、ノア使ってあげて、これでずらしてワンパンしていきましょう。でも本当にルレは事故るのが一番もったいないんで、全然危ない時はもう待ってからでいいです。はい、ルレ変わった瞬間にノア使ってあげてずらして全然いいと思う。さあ、15階層です。ここはまず上杉の裏使ってあげてノア使いましょう。
どうしようこれ。これでいいわ。はい、これで火の2列プラス水の蝶つなげ仕組んであげて、火の2列プラス水の蝶つなげしてワンパンしていきましょう。さあこれで突破です。 OK。 さあ続きまして、16階層です。ボス1ルリアルトね、ちょっとうざいけどね、もう全然何ら気にならん。はい、そしたらここもノア使って殴っていきます。まず一発普通にノアで殴りましょう。 OK、 一発これノアで殴ってあげて、まずは削りです。いい感じ。そしたら串田姫からのノア使ってもう一発殴っていきます。はい、これで串田からのノア打ってあげて、ずらしてワンパンしていきましょう。オッケーオッケー。でこれで火属性吸収に関してもクシナのダブル吸収利用してワンパンしていけます。はい、特にタイムも変わらないんでもう全く問題ないですね。はい、エノア使ってあげてズラッシュ、これで完璧。本当にこれをするだけ。そしたらもう一発ダブル吸収利用してこれで倒していけます。はい、オッケー。そしたらここはノア使ってあげてもう一回真ん中倒していきます。はい、ノア使って真ん中倒します。はい、 OK ですね。このまま殴っていきます。そしたらもう奇跡戦終わりで、続きまして16階層です。ここはもうノア使ってぶん殴っていくだけです。はい、ノア使って殴っていきましょう。あ、そう、進化スキルの演出が短縮ね。ここに来てまだ忘れてるわ。はい、これで殴っていきましょう。まず一発削りです。そしたらノア使ってあげて、はい、これで削っていきます。11コンボです。そしたらここでカミラの裏打ちましょう。でクシナダ打ちます。はい、ノア打ってあげて、これで完璧ですね。火の2コンボ含みながら山竹も発動して、さらにこれで激減も発動して半分まで持っていきましょう。はい、これで3発目殴りです。そしたら次4発目上杉の裏使います。でノア使いましょう。でまあまたずらし、 OK。 もうこれでしっかりとずらしてあげて、さあラストもノア使ってね終わらしていきましょう。皆さんいかがでしょうか。マジでこれが今のノアの強さです。もうとんでもないです。はっきり言ってもうこういうキャラになっちゃいました。ノアっていうのは進化スキル短縮によってタイムが早すぎるし強すぎるので、まあ、正直バケモンですね。これ属性変化してようがしっかりこのまま破壊していけるんで間違いなく強いです。でちょっとねここまでは進化ノアが最強って話なんだけど、ここから本編になります。皆さん今回パズドラのアップデートで動画視聴で経験値2倍追加されたのご存知ですよね。ちょっとまあ本来の経験値は3億、800万、この時点でちょっとやばすぎるんですけど、いきます。ここで右上をタップしましょう。はい、これ絶対間違っちゃダメだよ。でこれをやります。はい、さあそうするとですね動画視聴が終わると、一撃で、6億1600万です。これ何がやばいかって、あの大体僕の1回の一撃の経験値の上がり幅が多分15億とかそんなもんなんですよ。まあ、つまりあの1日2回やってるだけでほぼ1ランクぐらい、こんなランクだったらまあ上がっていくっていう、まあ1ランク上がんないか、大体だから2日に1回は絶対に1ランク上がるし、なんなら3日で2ランク上がるんですよね。僕のこの1184ぐらいだったら。やばくないですか？だから多分高ランカーのランク上げ勢の方々も2回はソロでまず裏木工場やって、2回裏木工場やってからその後マルチ周回ずっと続くみたいな、ゼロ次元回るみたいなメタになっちゃうんじゃないかな。そのぐらいこのランク上げ2倍っていうのはとんでもないですね。時速の概念をぶっ壊すようなあれなんで、まあ時速という言い方だとちょっとおかしくなっちゃうんであれなんですけども、ただ一撃 6.16 億稼げるのはまあとんでもないと思います。なんでぜひともですねこちらの遠征組める方はマジ半端ないんで使ってみてください。さらにね何度も言いますがこの進化スキルが短縮によってノアもぶっ壊れていますので、ぜひ皆さんよかったらね使ってみてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。